都府南駅は福岡県太宰府市都府老南三丁目にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JB07。ホームの一部は筑紫の市にもたがっている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古選橋で連絡している。駅舎及び改札口は北側のみに設けられている。 JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅で、自動券売機や窓口が設置されている。改札口には簡易、守護課リーダーが設置されており、守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。2020年度の1日平均乗車人員は931人で、ある。近年の1日平均乗降乗車人員は、 以下の通り、ダザイフ市の南端部にあたる地域で、北側には住宅地が広がる。駅舎と反対側の南側の土地は特に開発されておらず、使用されていない空き地となっており、出入り口も北側のみとなっている。他の鉄道駅や幹線道路から遠く離れている。地域住民の要望で、ダザイフ市、コミュニティバス、マホロバ号のバス停留所が設置された。成長後、 太ザイフ市役所へは、バス利用で、約15分で行くことが可能だが、本数は極端に少ない。また、タクシーは待機していない。ありがとうございます。